Thank you.
命を落としていたとは。狩りには死の危険がつきまとうとは聞きますが、いざそれが起こると悲しいものですね。それで狩りの方は。なんとあの山うがちを。山うがちはその辺の獣よりもよほど価値がありますよ。いろいろとお礼を弾まねばなりませんね。お仕事ありがとうございました。角走りの素材は今はこんな依頼が来てる。それじゃお互い仕事。おう、また話そうぜ。あなたの武器を元にしてどの子を鍛えましょうか。やっぱり気になるものはありましたか。大体こんな。ゆっくり確認していってください。じっくり欲しい子を探してください。やっぱり。
Thank you.
ごめん。
角走りの素材はスズランさんに改めてもらう。今はこんな依頼が来てるぞ。それじゃ、おう、また話そうぜ。万象のあり方さえねじ曲げてしまうもの。彼らに比べれば人というのはあまりに非力で矮小だって前にスズランさんが言ってました。よくわかんないですけど、やっぱり獣は怖いです。私たちの港みんなで守っていかないと。あなたのことこれからも頼りにしてますからね。
お、頑張ってるな。それじゃあな。Thank you.
Thank you.
I
買ってきてくれたか。その素材はスズランさんのところに持ってってくれ。こいつはいいところに。近頃は今はこんな依頼が来てるぞ。よし、話は今度。ちょっとばかりあんたに依頼したいことがあってな。悪いが一緒に来てもらえるかい。弥太郎がな、仕事に必要な素材が足りなくて困ってるんだと。あんたさえよければだが、集めてきてもらえないか。俺はそんなこと頼んでない。勝手に話進めるなよ。まあまあ、そう固くなになるなって。このままじゃ仕事ができないってぼやいてただろ。そうだけど、外から来たやつに頼むような話じゃない。遠慮してるとかじゃない。俺はただ、いや、まあいいけど。せっかく手伝ってくれるって言ってるんだ。ここは遠慮しないで力になってもらえよな。さっき必要な素材の書き付けを見せてくれたろ。そいつを渡しちまうのが手っ取り早い。分かったよ。集め終わったら直接弥太郎に届けてやってくれ。よろしく頼む。ごめん、頼む。新しい夏子たちの島は古のし。やっぱり火事の。じっくり星行を探してください。やっぱり家事の仕事は楽しい。武器を鍛えたいのですね。他にお役に立つ。よ、どうした。今はこんな依頼が来てるぞ。さてと。それじゃあな。シリを買ってきてくれたのか。悪いね、助かったよ。その様子じゃ狩りも順調だったようだが、体の調子はどうだい。何か妙なところ。そいつは何よりだが、
何かあったらすぐに言ってくれよ。からくりを埋め込まれたあなたの体は、あなた自身が思うより大変なことになってるんだからね。かつて獅子狩りたちが生み出した英知の結晶、種。己の記憶と知識等を封じ込めた古のからくり。そいつを埋め込んだものはからくりを、ひいては万象を通ずる自然の気をも操る力を得るという。おとぎ話の類だと思っていたが、まさかこんな形で目にするとは思ってなかったよ。問題？そりゃ大荒れだよ。まず一つ、いつでもどこでもからくりを操れるわけじゃないこと。現に港の中じゃ自由にはからくりを生み出せなかっただろう。それから二つ目、どうもその種にはからくりにまつわる記憶が刻まれているようだが、見たところ全ての記憶をいつでも自在に引き出せるってわけでもないようじゃないか。きっと何らかの契機が必要なんだろうね。獅子狩りの残したからくりだし、狩りを続けるうちまた新しいからくりを使えるようになるのかも。そして三つ目、多分あなたにとってはこれが一番大事な話だろう。種はあなたの真の像に根を張り一つとなっている。何を言いたいかというと、そのちっぽけなからくりが壊れればあなたも死ぬってわけだ。ちょっとやそっとで壊れたりすることもないだろうが、自分の命が可愛いなら扱いには気をつけることだね。よろしい。ああ、そうそう、もう一つ要件があったんだった。実は私からも一つ頼みたい仕事があってね。いや、私というか港のお偉方の間で決まった話なんだが、これは種の抱える一つ目の問題を解決に導くための仕事とでも言おうかな。口で話すより実際に見てもらった方が早そうだし、一緒に夏子たちの島へ来てもらえないか。出発はあなたの準備ができ次第で構わない。夏目も連れて3人で島へ向かおう。さて、島となると船か。船しかないよな。いや、こっちの話、あなたが港に来てから毎日充実してるよ。知らなかったことを知るのは最高に楽しいからね。獣の素材、何をお求めで？いらないもんでも構いませんよ。何をお求めで？買い物寂しゅうなってしまいますね。